頼まれたことは何でも引き受ける頑張り屋の見習いドクターダッシュ。目指すは憧れのキャプテンゴールド。今日も電車の街トレインシティをダッシュがダッシュ。スーパーサイヤ頑張りダッシュ。お久しぶりダッシュ。僕は今小田急線新宿駅に来ているダッシュ。なぜここに来てるかというと、みんなにこのロマンスカーを紹介するからダッシュ。このかっこいい特急ロマンスカーは全部4種類。では仲間を全員紹介するダッシュ。これは7点型ロマンスカー。20年以上も前の電車なのに今見てもすっごくおしゃれ。2万型ロマンスカーは白いボディに描かれた青とピンクのラインがとってもキュート。3万型エクセはシンプルなボディ、深い色合いがなんとも上品だっしゅ。そして今日は1万型ロマンスカーをたっぷり紹介するだっしゅ。赤いラインと尖った顔がかっこいいだっしゅ。出発進行だっしゅ。特急電車なのであまり駅に止まらずどん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 走っていくだっしゅ。ロマンスカーの中を見てみるダッシュ。こちらは客席ダッシュ。赤い椅子が気持ちよさそうダッシュ。客席で一番人気なのがここ。ここは展望席といって、席の周りは全部窓。あー、眺めが素晴らしいダッシュ。ほら、展望席はロマンスカーの一番前、ここにあるダッシュ。あれ、運転席は一体どこにあるダッシュか。うわー、わからないダッシュ。ブルルーン、エンジンくんであります。ダッシュくん、乗り物のことなら僕に聞いてください。エンジンくん助かったダッシュ。ロマンスカーの運転席はどこにあるダッシュか。ではここで乗り物クイズ。このロマンスカー1万型の運転席、一体どこにあるでしょう。1番、頭の上にある。2番、頭の下にある。さあ、答えはどっち。もしかしたらどこにもないのかも。どうでしょうね。正解は1番なのであります。頭の上ダッシュか。はい、ではこちらをご覧ください。あ、天井に穴が。あれ、運転士さん、ここが運転席ダッシュか。そう、ロマンスカー1万型の運転席はなんと頭の上2階にあるのであります。へー、ダッシュ。ほら、運転士さんが降りてきましたよ。あの運転士さん、運転席を見てもいいダッシュか。あ、はい、今日は特別にダッシュのために見せてあげましょう。この運転席の秘密をじっくり紹介するダッシュ。